ドロップダウンリストの例、ドロップダウンリストは GUI におけるユーザーインターフェースコントロール要素の一つ。リストボックスと似ており、ユーザーが一覧から一つの値を選択することを可能にする。ユーザーが新たに値を選択すると不活性状態に戻り、選択された値だけを表示する。一般的な Windows のデザインでは単一の値を表示するボックスの下にリストボックスを 配置するが、古いユーザーインターフェースや MacOS のアクアでは、選択されている値を中心として、上下にリストボックスが展開する。これを、ポップアップリストやチョイスあるいはチャザーとも呼んだが、現在では、ドロップダウンリストという名称が一般に使われている。ドロップダウンリストは、コンボボックスとは異なり、ユーザーは値を編集できない。 ウェブブラウザのアドレス入力部分はドロップダウンリストではなくコンボボックスの一例である。ドロップダウンリストはリストボックスやタブに比較すると一見して一つのオプションだけが表示されそこにオプションの一覧がコントロールとして存在すると気づかない場合があるという欠点がある。逆にラジオボタン付きリストなどに比べると機能の表示に必要なスペースが非常に小さいという利点がある。 このようなコントロールをマッキントッシュなどではポップアップメニューとも呼ぶがポップアップメニューという故障は他の GUI システムではコンテキストメニューを意味する。マッキントッシュにはプレダウンメニューまたはコマンドポップダウンメニューという故障もある。これらの違いはポップアップメニューが不活性の時は直前に選択したアイテムが表示されるのに対してプレダウンメニューでは固定のタイトルが表示されている。 したがって、これらは用途が異なり、ポップアップメニューがオプション一覧からオプションを選択するのに使われ、プルダウンメニューは様々なオプションのあるコマンド実行に使われる。この種のリストの対話的なデモがこちらにある。ありがとうございます。